はい、どうもー、はい、来ました、スプレーチャンネルです。はい、はい、来ましたよ。今日は、はい、ずらっと並んでます。これ、はい、これ何だか分かりますか？全部これはパウダーボードですね。パウダーボード、減点スティックです。おお、減点スティック。あ、これ全部、そう、オール減点スティックですよ、これ。はい、はい、今日はあなたの知らない減点スティックの世界を紹介したいと思います。よろしくお願いします。気になってるでしょ、これ。これは気になりますよね。パウダー好きのそこのあなたは気になってるでしょ。いろんなモデルがたくさん出てて、はい、それを全て紐解くと2時間ぐらいかかっちゃうので。なんかそれ見てられないから。足早に、はい、シリーズごとにかいつまんで説明したいと思います。よろしくお願いします。はい、いろんなシリーズがあるんですけども、はい、こっちの端っこ、左端から、はい、はい、フラットキャンバーシリーズ、フラットキャンバーシリーズ、はい、ビッグマウンテンシリーズ、はい、ね、インディペンデントシリーズ、はい、オルタナティブシリーズ、はい、まあここもそうですね、はい、っていう感じ。あとはもうキッズボードとスプリットボードと、はい、とザ・スノーサーフっていうシリーズもあって、はい、まあ、ちょっと価格帯の安いモデルとかもシリーズ的には出てるんですけど、はい、代表的なやつをちょっと並べさせていただきました、ね、はい、はい、なんかあの以前の動画の時にものすごい機種がいっぱいあるっておっしゃってましたよね。細かくキッズとかスプリットとか全部入れると59機種あったんでね。まあその中のちょっとかいつまんだ一般的なシリーズだけをちょっと集めてみました、はい、前にも説明したその長いとか短いとか太いとか細いとかっていう、まあそんな世界なんですけど、まあ太いのあったりちょっと細めのあったりめちゃ長いのあったり短いのあったり、はい、まあ、それぞれ使い方の用途がちょっと若干違くて、はー、まあ、どこでも誰でも乗れるっていう感じなんだけど、そのチョイスの仕方ではちょっと快適度が違うっていう、ね、ああ、そうなんですね。シーン別っていうような感じなんですね。そうなんですね、はい、まあ、ここのフラットキャンバーシリーズっていう、はい、まあ、名前の通りフラットキャンバーっていう板がこう真っ平らになってる状態ね。ああ、真っ平らなんですね、そうなんですよ。まあフラットっていうね、はい、まあ、一般的な板はそのキャンバーってこう弓なりにこう山になってる形がキャンバーっていう、はい、うん、これはもうフラットって、まあ、平らな状態になってるね、まあ、ざっくり言うとこうエッジをかける乗り方もエッジをかけない乗り方もこう両方ともできるって言われてて、そう、まあ、細い板なのでカービングもパウダーも両方いけるって言われてるんで、まあカービングもパウダーも両方いけるってどれでもいけるんだけど、はい、このビッグマウンテンシリーズも長い板が多いんだけど、一番長い板はインポッシブルって186センチ。もう、すごい長いですもんね。でレディースこの下にスピードマスター172センチ、マジック38 168センチ、はい、ゼファー160で、レディースのトリニティ156センチ、いっぱいありますね。そう、レディースボードも出てて、まあどっちかというとビッグマウンテンシリーズっていうぐらいだから、はい、まあ、当然長い板もあって大きい山をクルージングできるように、はい、でテールもスワローテールって日本足になって、そうですね、なんかのザ・パウダーボードって感じですね。でもこう日本の足が雪をかき分けるようにテールスイングもしやすくなってて、でも長さが長いからパウダーの浮力もスピード感もあるっていう、あ、うん、もう大きい山にはもううってつけの。へ、でも長い板だからエッジも長くなるからゲレンデのカービング性能もすごい良くて、あ、そうなんですね。そうなんさ、うん、こんな身なりだけどテール2本足で割れてるけどエッジも長いからエッジグリップもすごい良くて、へー、うん、アセスバーとかなんかそれでギューってやったら楽しそうですね。自分もこのインポッシブルって186センチ持ってるけど、 186 ほぼほぼゲレンデでしか使ってないっていう。あ、そうなんですか。そうなんですよ、へー、うん、ゲレンデのカービングももう超気持ちよくて、へー、で次のインディペンデントシリーズ、あの、はい、前回も説明したあのスクエアヘッドってね、はい、四角いノーズで長かったらもうちょっと板長くなるんじゃないですかって、やりましたね。そう、ファーストボードで買うのに結構最適なって言われてる、はい、シリーズの板なんですよ、はい、レディースも、これたくさんあるんですね。ベビーマンタレーとかベビースティングレーっていう板もたくさん出てて、140センチ台前半から長いやつは159センチまでかな、ジャイアントマンタレーって板がある。ジャイアントマンタレー、はい、まあ、レディースもこのベビーマンタレーって板も同じ板なのに2機種出てて、はい、これどう違うんですか。このこっち側の左側のやつがベビーマンタレーで、はい、これもベビーマンタレーなんだけどベビーマンタレーハードフレックス、
ベビーマンタレのフレックスが硬いやつっていうね。これなんでこの板がフレックス違いで2種類出てるかって言ったら、はい、もともとベビーマンタレってレディースボードなんだけど男の人も乗ってるっていう。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なのでフレックスが硬いハードフレックスを出しましたっていう。あー、なるほど。男性の脚力。そう男のベビーマンタレっていうややこしい。ややこしい。まあ北海道はあんまりいないんだけど、そうなんですか。結構やっぱ混んでる、ゲレンデが混んでる、細かく操作しなきゃならないっていうところで乗ってる本州のゲレンデだったりとか。なるほど。は特にベビーマンタレの男の人の乗ってる需要が多いって言われてて、まあ、結構ファンも多くてね。あ、そうなんですね、うん。まあ、レディースボードの中ではレディースのファーストボードで買ってる女の人たちも多いから、あ、うん、いや男の人も乗れるベビーマンタレっていうのも、うん、とても人気があります、ね。あ、いや、うん、実際結構あのゲレンデでその板よく見ますよね。そう、なんかベビーマンベビーマンっつって、はい、なんかね、マンタレ、男の人のマンタレとやっぱ比例してて、女の人のベビーマンタレはやっぱ特に人気がある。よく見ます、はい。インディペンデントシリーズ、はい、オルタナティブシリーズ。オルタナティブシリーズ、なんかもう見るからにかなり攻撃的でしょスーパーフィッシュっていう名前なんで。いや、もう名前も超魚だから、ね、直訳すると超お魚さんだからこれまあね、スワローテールで、スワローテールの部分も深くて、はい、ほぼパウダーにすごい特化してるような感じなんだよね。確かに。そう、ノーズが太くてテールにかけてこう細くなってるテーパードっていう形がもうさらに分かりやすいっていうか。そうですね。もうなんかもう形がもうすごくやっぱ他の板に比べていびつな感じしますよね。まあ、スーパーフィッシュの長さも176センチって、まあ、自分の身長よりも長くて、自分もパウダーではこの板をメインで使ってるんだけど。あ、そうなんですか。本当に浮力がちょっとと進み始めたらすぐノーズふわーっと浮いてくる感じが、まあ、ノーズが太いからやっぱこう浮力があるっていう。あ、そっか、そうですね、うん。まあ、板が長いからその短い板に比べるとコントロール性があって、やっぱそういうこう持ち屋持ち屋があるんだけど、はい、もうパウダーもなんせ最高だ。あ、そうですか、うん、ってな感じだけど、でも圧接ゲレンデのカービングも調子いいんだよねこれ。へー。そのやっぱこうテーパードってノーズが太くてテールが細い形が、板立てるだけで簡単にこうピューッとこうカービングに持ってってくれるラインだったりとか、うん、とても気持ちいい一本です、はい。あ、うん、先生、はい、質問があります、はい、どうぞ。この板あのノーズ側がすごく太いじゃないですか、はい、でテール側にかけてものすごく細くなっていってるじゃないですか、はい、これゲレンデで踏む時ってどうやって踏むんですか。これ意外と板の真ん中に乗ってるような感じなんだよね。あ、板の真ん中に乗ってるって言ってもだいぶノーズが長くなるんだけど、はい、うん、やっぱりこうビンディングをつけるところの、あ、なるほど、そう、いい位置っていうのがなんかやっぱこう真ん中辺ぐらいにあって、あ、そうなんだね。でこうテールにかけてエッジも端っこまでしっかりエッジが入ってるから、ターンの後半でもやっぱこうエッジをちゃんとこう粘ってくれるっていうか。あ、そういうことなんですね。そうなんですね、うん、こう2本の足がこううまくエッジグリップをしてくれる感じにもなるんだよね。なるほど。意外とこんな身なりだけどゲレンデのカービングとかもめっちゃ良くて。あ、そうなんですね。そう、うん、ただね、やっぱこう細く尖ってるところがあるから、その転倒した時にねちょっと怪我しやすかったりとかするから。あ、なるほど、うん、まあ、その辺はこうやんちゃにジャケに使わない、やっぱこう完璧な優しいカービングっていうか、あ、うん、それもちょっと必要かもしれないけどね。なるほどね、うん、まあ、それのこう短い板っていうかね、はい、うん、ロケットフィッシュっていう。ロケットフィッシュ、その間に163センチのビッグフィッシュってこのちょうど間の長さのやつもあるんだけど、はい、もうロケットフィッシュ、ビッグフィッシュ、スーパーフィッシュって長さがこう3段階ぐらいに長くて、長さが短い分やっぱコントロールもしやすくて。あ、確かにしやすそうな感じしますね、うん、ただやっぱこうスピード感とかもうすごい浮力って考えたら当然長い板の方があるんだけど、でもやっぱコントロール性と浮力っていうのもちゃんとしっかりあるの、太くてね。あ、いや確かに太いですよね。そうなんですよね、うん、なんだ木の間隔が狭いところを縫うようにこうチャ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 ってこう入ってったりとかするのにはもう最高の板たちで。あ、なるほど、うん、ツリーランとかでも浮力生かしてやっていけるっていう感じなんですね。そう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 、これもこうソフトフレックスとノーマルフレックスってあったりとか。すげえ、なんか
これ考えると男の人女の人って一応分かれてるけど、はい、なんかどれに乗っても誰が乗ってもいいようなデザインレイアウトになってるっていうか、確かにそうかもしれないですね。なんで結構ねこう彼氏彼女でご夫婦で兼用で使ってるっていう人たちもいるんだよ。あ、そうなんですね。そうなんだね。最近こう腕に売れてるチェイサーハイパフォーマンスっていう、ね、チェイサーハイパフォーマンス、長さも155センチで、はい、普通のフリースタイルボードとあまり変わらないんだけど、そうですね、なんか取り扱いしやすそうな感じしますね。そうそうそう、でもノーズも太くてそのテールにかけてちょっと細くなってってる形がカービング性能も良くてパウダーの浮力もコントロール性もいいって言われてて、へー、うん、まだ出て 4,5 年ぐらいのシリーズの板なんだけどこれ、はい、でも結構売れてる上位機種の板なんですよね。そうなんですね。そうっていうシリーズたちの板をこうザザッと説明させてもらいました。まあ太いのあったり長いのあったり、細いの、短いのっていう、もうすごいたくさんの種類がある中でかいつまんでこのシリーズだったんですけど、はい、よく言われるのがよく聞くのが、はい、一番端っこのこのフラットキャンバーシリーズの、はい、まあ代名詞ってこう TT って言われる。ああよく聞きますね。その TT シリーズっていう、はい、まあ5860-6568っていう、これすごい面白いんでね。まあ、58はレディースモデル、はい、でその次6065になったら60よりもちょっとシェイプ細くなる、ね、あ形変わるんですね。そうなんですよ。で68になってまた太くなる。なんで65より60の方がシェイプが太い、ね、へえ。結構多いのがその165cm っていう TT クラシックって昔から出てる、TT シリーズの、はい、1本目の、TT シリーズのやつなんだけど、はい、ウエストが細いから 26.5cm ぐらいまでってやっぱ結構ライダーたちの間でも言われてて、はい、で27とか 7.5、28cm の人はブーツがはみ出すぎるんだよねやっぱね。あ、うん、まあ、ビンディングのチョイスによっては全然履けなくはないんだけど、はい、でもやっぱこうちょっとドラグってする感じが、ね、やっぱりブーツ大きいと、はい、だからこう60とか68っていうちょっと太い板が出たんだよね。へえ。でもサイドカーブも違ったりシェイプも違うからそれぞれになんか乗り心地とかこう扱い方とかこうフィーリングが結構違う、もうすっごい深い世界なんだけど、深いっすね。なんか聞いてると最終的にはもう行く末はフラットキャンバーシリーズなんつってね。ああ、さっきの TT の、そう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 、はい、そのプレイヤーライダーたちの中ではすごい難しいって言われてて、はい、うん、なぜ難しいんだっていうと、はい、まあ、サイドカーブもなくて板もこうストーンとしてる感じが、そうですね、そう本当にいい位置にピンポイントにここに乗らないとこううまく曲がらなかったりとか、あ、うん、いや確かにそんな感じします、ね、そうなんだよね、うん、シェイプ的には見た目的には分からないこうちょっと難しさがこの板の中にはあって、なんかいいのか悪いのかなんだけど、なんでそんな難しい板乗ってるんですかってよく言われたりとかじゃあなんでそれ売ってるんですかってなっちゃうんだけど、はい、うん、でもなんかそれは考えるに値するっていうか、考えてその板を乗って考えて考えてうまく乗る位置うまく乗りこなすように自分もこうその板に歩み寄るっていうか、あ、すごい考えさせられる、考える能力が養うっていうか、板と一緒に成長するっていうことなんですね。もうなんか腹立つんだけどちょっと変な位置に乗ったらもう全然曲がんなかったりとか、でもいきなりキュンって曲がっておーおーおーでもなんで曲がらなかったんだろう、なんで今の位置でこう曲がったんだろうっていうのが考えさせられるっていうか、でもなんかそれもいいこともたくさんあって、考える力が養えば養うほどいろんな板を乗った時にこう板を探るようになるんだよね、はい、どこの位置に乗ったらいいんかなとか、あ、うん、なるほど、あ、この位置じゃないな、もうちょっと前かな、後ろかな、うん、切り返すタイミングもこうかな、もうちょっと強くエッジ、どん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 こういろんなことを考えさせられるっていうか、へー、うん、じゃあその自分の乗り方のバリエーションっていうか引き出しが増えるってことですね。そう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 、ただ試乗会行ってもリフト1本2本乗ってじゃあその板の性能分かりますかってなった時に考える力があると、あーそっか、うん、分かる、そうすぐいい位置を割り出したりとか、あ、この板この位置に乗るんだなって、こういう風に乗ればこう板が加速していく感じするんだなとか、
こう考える力が養うみたいな、あ、そんな難しい板は鼻から乗らなきゃいいしょってなるんだけどなるんだけど、なんか手なずけたい感もあって、そうですね、そう難しいゲームを攻略するような感じだったりとか、はい、それをこう乗りこなせるようになったらやったぜってなったりとか、そういう優越感とか達成感とか、そうですね、うん、そういうのもあるすごい楽しい板なんだよね、はい、うん、まあ、だからどんどんこの世界にはまってっちゃうっていう感じなんだけど、うん、まあ、難しい板に最初からわざわざ乗りなさいっていうわけじゃないけど、まあ、それを乗り慣れるといろんな板が楽しく楽に簡単に思えるっていう板でもあるので、うん、最終的にはここに手を出してこの板のシリーズを手に入れて、勉強してもらいたいななんて思ってる。なるほど、まあ、いろんな板がたくさんあって、まあ、どん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 この世界にはまっていく、まあ、限定スティックの世界にはまっていくっていう感じが、うちらの世界では限定沼って言うんだけどもう一度足を踏み入れたら、あ、二度とそこから脱出することはできないなんですよカメラの世界でいうレンズ沼みたいなもんね。そうもう楽しい世界なんですよ。でもいろんな板を知って、この世界を知って楽しいシーズンを送ってもらいたいなと思ってます、はい、以上、あなたの知らない限定スティックの世界でした。楽しいシーズンを。ありがとうございます。また。